はい、こんにちは。じゃあ、うっす、濱家です。今回もですね、何気ない漁業動画ということでやっていきたいと思います。まあ、今日はちょっと趣向を変えて久しぶりにね、父と一緒に行きたいと思います。で、まあもう秋なので、秋の羽とか、スズキとかですね、まあ、いればですけど、それをね、取りに行きたいと思います。それじゃあやっていきましょう。はい、それではね、久しぶりに父と一緒に沖に向かっていきましょう。これが父の船ですね。14年ぐらい前に新造というか、まあ造船しました。僕が中学2年生の時かな。14歳、今27歳、13年前ですね。あの時もピカピカですが、まだまだ綺麗ですね。それじゃあバックして出航していきましょう。これが、ブレッジの中ですね。で、僕の船と同じように魚群探知機、レーダー、それから真ん中にはオートパイロットがあります。船がまっすぐ進みますよっていう装置です。それでは現場に向かっていきましょう。自分で運転しないのは楽だなと思いつつ、走行中には網をやる準備をね、僕がしていきたいと思います。それじゃあブレーキをもどいて、まあ、もどくっていうのは緩めるとかね、そういう意味です。で、網を出していきます。で、網をこうジャーッと出して、網をやる準備をしていくといった形です。そして網が出せたら、端っこをですね、灯台にくくりつけて、で、その灯台を海の中に入れます。まあ、目印となったりします。それじゃあ、時間が来たので網をやっていきましょう。灯台を入れて、網を入れて、で、船を前にやって網を入れていきます。まあ、めっちゃ重複したけど、そんな感じです。じゃあ網をやっていきましょう。今回する漁業は流し刺し網漁ですね。僕のもうチャンネルではおなじみです。長さが 1500m ぐらいの網を海に刺して、で、浮きがね、こうやってついてるので、浮きを海に入れて浮かします。海はですね、潮の流れがあって流れてるので、それに流すことから流し刺し網と言います。なかなかうまく説明できたのではないでしょうか。そしたら網が、やれましたね。で、網がやれたら、端っこのまた灯台を入れて、で、これで網、はい、で、網がやり終わったんで、この後ね、しばらく待ってから、暗くなってから繰りたいと思います。動画の世界の僕が言ってくれましたね。網がやり終わりました。そして、まあ1時間ほど経って、暗くなってきたので、カッパを履いて網を繰る準備をしていきましょう。これが親父ですね。黄色のカッパですね。そして袖の赤いのは、まあなんか濡れないよってやつです。そしたら灯台を上げて、ロープを船の後ろにやっていきます。ちなみに漁師は船の友とかって言いますね。じゃあそのロープを、このネットローラーにつながっているロープに殺してくくっていきます。殺してくくっていくというのはですね、まあ、強い力で引っ張っても締まらないようにくくっていくといういった、そういった表現です。さあ、果たして魚はかかっているのでしょうか。網を上げていきます。そしてというか、まあ父の船の名前は豊漁丸って言いますね。魚がたくさん取れますように。さあ、1匹目何かやってきました。何でしょうか。こちらは、そうですね、ハマチです。で、網の目を弾いてハマチを取り出します。で、この時8月じゃないわ、10月1日なんですけど、なんていうのかな、あのサイズのハマチはですね、あんまり肥えてなくて、ブリセンチュウっていう虫が入ってたりします。まあ、虫が入っていたりするんですけど、品質には、さほど影響はないというか、まあ、食べても大丈夫なものになります。で、結構ですね、イワシが湧いていて、まあ、ハマチがパラパラとやってきます。で、あの小さな池までもね、ハマチはなんと生きるんですよ。そして3匹目、やってきました、このお目当てのスズキですね。いや、イワシをね、たくさん食べて立派に肥えたいいスズキがやってきてます。10月ぐらいが多い、10月じゃない、8月9月がね、旬って言われてるんですけどね、とても今が旬なんじゃないのっていうぐらい肥えてました。で、これがツバスといって、まあ、ハマチの小さいバージョンですね。で、今の時期はハマチよりもツバスの方がですね、肥えてます。まあ、なんでかっていうと、多分ブリセンチュウとかが入ってないからじゃないかなと僕は思います。
アングルを変えまして下から上がってきたのは鈴木です。それを僕が外してイエイと、そういった感じでしょうか。顔は全然嬉しそうではありません。それをいちいち船の表、船の前ですね、つまりに持って行って生かしていきます。いや、親父がね、あのカゴを持ってきてなかったもんですから、僕がね、いちいちこう取っては後ろに行って前に行って、取っては前に行って生かして、また後ろに行ってというね、すごいダイエットな漁業でしたね。で、顔が変わりまして新しいものがやってきました。こちらは何でしょう。黒い鯛です。そう、黒鯛ですね。チヌとも言ったりします。まあ、釣りではメジャーです。まあ、これはあの売れないのでちょっと逃がしました。で、これがマダイですね。8月ぐらいの、まあ、産卵が終わって、8月じゃないな、7月ぐらいの産卵が終わって痩せてたんですけど、だんだんとね太くなりました。これまたね、見事なスズキがやってきました。で、スズキを生かしていると、なんていうのかな、たまに池間の中でね、酸欠とかになって弱くなってしまう魚がいるんですよ。で、この弱くなってしまった魚は出して、締めて氷水で入れていきます。で、次また何か来ました。これはね、ワタリガニですね。ただこれ爪なしなんで、まあ、売れないので、あの僕か、まあ、親父のおかずになりました。で、今日一番の鯛がやってきました。手と比べても分かる通りね、2キロぐらいのあるいい鯛です。そしてこれがオスとメスのワタリガニです。交尾のためにですね、だいたい9月から10月ぐらいになるとこうやってね、つがいでやってきます。そしてメスの方を逃がしてオスだけ取ります。まあ、理由はですね、メスがもう小さすぎて放流という形ですね。親父は EC ロック、まあ、結束バンドで爪を止めているので、結束バンドで爪を止めて生かしていきます。おや、どうしたんでしょうか。何か救いましたね。お、マダイを救いました。これはですね、あの空気抜きをしている状態です。タイのお腹はやっぱあの水のね、深いところから上がってくるので、圧の関係で空気が溜まるというか膨れちゃうんですよね。それを抜いてあげないとお腹を上に浮いた状態になりますので、生存率が下がる。ですので抜いて、まあ、泳がすという形でございます。これがヒラです。ヒラっていうのは、まあ、平たいからヒラなんですよね。で、これがサゴシ。サゴシっていうのは、まあ、サーラの子供です。そしてこれが石持ち、グチとかって言います。グーグー鳴くやつ。で、これがタイと黒鯛、赤黒、いいじゃん、赤黒ですね。で、スズキがパラパラとね、来てました。やっぱスズキはね、相場もいいので、すごい重宝します。重宝重宝ちょっとわからないですけど、こんな感じで、僕普段はこうやって後ろでね、あの僕と親父で食ってます。スズキもね、しばらくするとだいぶ溜まってきました。この時期のスズキはほんとまだまだ美味しいというか、この小豆島でイワシが湧いた時に取れるスズキはね、本当によく超えてます。で、動画の最後の方で、あのお腹を裂くシーンがあって、めちゃくちゃ内臓脂肪も乗ってるんで、ぜひ皆さんこのまま最後までね、見てください。そして終わりましたんで、灯台を上げていきましょう。いや、うまくなってきましたね。動画の途中で最後まで見てくださいとね、言えるようにまで成長しました。そしたら、終わったので、まあ、片付けをしていきましょう。さあ、どれだけ取れたかも最初に見ていきましょう。死んでしまったやつがハマチとスズキでこれだけいました。結構な数ですよね。そしたら船の表に移動して、まだ生きている状態のお魚さんたちを覗いてみましょう。はい、これだけのね、スズキとあとハマチ、タイとかがね、取れました。去年とかね、本当にいなかったんで、今年はね、なかなか期待できそうだなということで、秋漁も楽しそうです。じゃあ船を片付けて港に帰港しましょう。で、港に帰ってきたら、この魚たちを急いでね、生かす必要があります。さっきまで水をこうホースで変えてたんですけど、もうそれができないので、網水から取って、あ、違うわ、玉で池間から取って網水に入れていきます。で、途中やっぱね、さっきのハマチみたいに死んでしまった鈴木さんとかがおられるので、なんかちょっと言い方があれだな、丁寧に言いすぎると違うな、鈴木さん、まあちょっと死んでしまった子たちがいるので、それはね、あの氷水に入れます。そのまま水に入れちゃうとやっぱ翌日には腐敗してしまいますからね。それじゃあどんどんお魚たちを入れていきましょう。
すくっては入れて、すくっては入れて、これも結構大変な作業ですね。池間の中で生きてくれたらいいんですけど、まあ、できればねそのままあれしたいんですけど、それじゃあ帰りましょう。はい、じゃあ帰ってきました。で、帰って撮影して今10時ぐらいなんですよね。で、もう今日の仕事終わりということで、札幌とあと伝兵衛水産様にいただいたねイクラとね、これ塩辛、これがまためちゃくちゃ美味しい。この2つでね晩酌して、明日、めっちゃ早く、3時半ぐらいにね起きたいと思います。おやすみ。はい、魚たちはもう市場に出荷して翌日となりました。翌日市場に出荷せずね、1匹だけ一番肥えていたものを選別して置いておきました。これでね朝ごはんを食べようと、まあ、思うわけなんですが、ちょっとねびっくりなことが起こってしまいます。それではまずこのスズキを脳天締めします。脳を鋭利なもので一発刺してくるくると、そしてエラの後ろ、背骨の下を切って、血抜き、血管を切って、そして尻尾の方も切っていく。尻尾がうまく切れました。そしたら一度ですね流水血抜きをしていきます。流水で血を軽く抜いて、その後にホースをですね口の中に突っ込んでいきます。口の中で突っ込んで、エラから今水が出てると思うんですけど、そのエラも閉じて、で圧をかけていきます。圧をかけると、まあ、そのままね血が抜けるというホース血抜きですね、まあ、津本さんがしている究極の血抜きのホースだけバージョンのぶっといホースみたいな感じです。だから圧のかけすぎだけには注意して血を抜いていきます。そして血が抜けたら尻尾の方をパラパラと洗いまして、でエラを見てみると綺麗に血が抜けてる、感じが分かります。ピンクになってます。本当は真っ赤ですね。じゃあエラ膜を切ってエラを外していきましょう。でエラが外せたらお腹を割っていきます。でお腹をね割ってみると白いものがまず飛び出してきて、何と思ったらね全部内臓脂肪だったんですよ。これはね僕もね興奮しましたね本当に。で内臓脂肪をねかき出して、でもうついついお腹の上に乗せちゃいました。でもともと朝ごはんで食べる予定がね、もうこれはメインチャンネルでせんといかんでしょうということで、今ね私の冷蔵庫で眠っておりますので、いつかメインチャンネルで上がることをお待ちください。でまあ立てかけて持って帰りたいと思います。水抜きですね。ありがとう。よし、はい、じゃあ帰ってきました。いや、それにしてもね、あのスズキはやばすぎですね。あれで朝から朝ごはんを作って、飲もうかなっていう、最後それ締めようかなって思ったんですけど、あまりにもちょっとやばいんで、あれはね、メインチャンネルの方で1週間ね、寝かしてみようかなと思います。というわけで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。あー、疲れた。よし。じゃあ今からちょっとメインチャンネルを撮ってきます。